うなぎのぬるぬるは水をきれいにする。どうも、ライ先生です。本日は先日開催された LINE カンファレンス2019について、お話ししていきたいなと思います。これは6月の27日に開催されたんですけど、もう LINE がめちゃめちゃ多くのサービスを発表したんですよ。でその中からいくつかちょっと抜粋して、これやべえなっていうのを説明していきたいなと思います。まあみんなもね、ご存知の通り LINE っていうのはもうめちゃめちゃ多くの人が使ってるんですよ。で今ユーザーは8000万人を超えてると言われています。8000万人ってやばくない？だって日本の人口の3分の2は使ってるってことでしょ。でそんな LINE がまあもっともっと魅力的にバージョンアップしたっていうお話ですね、今回は。まあ俺がね、一番今回の発表ですごいなと思ったのが LINE スタンププレミアムです。これは LINE スタンプのサブスクリプションサービスです。まあサブスクリプションっていうのは、まあ、月額制っていう話ですね。 LINE クリエイターズスタンプが月額のお金を払うことによって使い放題になるっていうサービスです。で、まあ、今回、月額240円で、使い放題になります。で学生はその半額の120円で使えるそうです。まあ、学生さんとかだと、まあ、月1とか月2とかでスタンプを、まあ、買う人も少なくないのではないかなと思うので、まあ、ぜひスタンプを結構頻繁に使うよみたいな人はこのサービスをうまく利用するべきだなと僕は思います。これはね、僕なんかあんまり普段スタンプとか使わないんですけど、ただ最近なんか他の人が僕に送ってくる LINE で結構面白いスタンプがあって、あ、なんか俺もスタンプ買いたいなと思ってたんで、あのね、今回はね、僕普通にこれ入ると思います。で2つ目、 LINE ミュージック、これにワンプレイっていう機能が搭載されます。このサービスは1曲をまあフルで、どんな曲でも1回フルで聴けるっていうサービスになります。なので、まあ、あんまりいらないと思うんだけど、この曲どんな曲なのか分からずに買うことがないように、まあ、一回全部聴けるっていう風になります。で、俺がこれ大丈夫かなと思ったのが、LINE スコアっていうサービスが発表されたんですけど、これは、なんか LINE が、なんか一人一人を点数付けするサービスなんですよ。で、僕も、なんか試したんですね。まあ、なんか、その質問事項に答えていくと、この人の信用度は何点です、みたいなものが出るっていうサービスなんですけど、なんか多分最低100点から始まって、なんかどん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 上乗せして、まあ、質問によって点数を上乗せしていくっていうやつなんですけど、性別がどっちかとか、年齢がいくつだとか、あと会社はどういう会社に入ってますかとか、そういうのに質問していくと自分の点数が出るっていう。で、僕もですね、実際にやってみました。そしたらですね、488点でした。もう中の中。すまらん。まあね、もうめちゃめちゃ中の中だったんで、まあ、特に言うことはないです。でこれ点数付けで何ができるのかっていうと、まあ LINE、一つは LINE が、まあ、金融サービスを始めるんですね。まあお金、まあ簡単に言うとお金を貸すサービス、これを、まあ、LINE 側がお金を貸す時にちゃんと、まあ、返してくれる相手かどうかっていうのをこれで判断したり、まああとは他のサービス、まあ、個人の、まあ、お金の余裕にも差があるわけですよね。でそれに応じた、まあ、適切なサービスを LINE 側が提供していくっていう感じです。まあ、それはいいんですけど、なんかね、こうやって点数付けすることによって、なんかお前何点だった？400点。ああ、まあ俺600だけどねっていうことが今後発生するんじゃないかなと思って。ただね、これなんか他の中国とか、まあ、もっと先進国だとこういうのが進んでるらしいんですよ。なのでもう僕たちが人間がですね、まあ、機械にどんどん判定されていく時代が進んでるのかもしれません。はい、ということで、今回は、LINE カンファレンス2019について、説明しました。一番最初に説明した LINE スタンププレミアムなんかはですね、今月から、順次サービスが開始されるということなので、こちらの動向も引き続き追っていきたいなと思います。では、今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。